ですか、なんかできない。録画が始まりました。こんにちは、マスの書店ラジオのマスの浩一です。今日は学芸大学前にあるモノグラムの写真展の会場で放送しています。よろしくお願いします。今日はですね、写真展をやってらっしゃる杉田教師さんとモノグラムの主催をされているというか、ディレクターの宮本です、はい、よろしくお願いします。お願いします、今日はどんな話をしたらいいのでしょうか、監督。まあ、今回の写真展が、マスモさんと一緒に出したこの写真短歌集歌と、はい、あと映画一つの歌、今日これすり上がったばかりの、フリーペーパーで、来週以降あの都内の映画館各所に置かれたりすると思いますが、この劇場公開決定を記念しまして、やっているんです。この写真展を。で、写真展は、はい、スチールを撮ってらっしゃる鈴木理恵さんと、はい、あと杉田監督の写真を2つ並べてというですね。そうです、はいはい、こんな感じです。見えてますでしょうか、あの辺にある写真、はい、奥が一つの歌の、スチール写真のモノグラムは一つの歌の中にも舞台として登場する。そうなんです、はい、感じです。もともと僕がこう写真撮り始めたのは、一つの歌を台本書くため、あの写真を撮る人が主人公の台本を書こうとして写真について知りたかったんで、自分も撮ってみるようにしたということがありまして、でちょっとすごい枚数写真を撮るようになっていたので、はい、このちょっとマスノさんに近い発想だと思うんですけど、これもったいないと思って、この僕はそんな風に思われてるんですね。いや、そのわざわざお金多少かかって作ったものが、こう何もなってないのは残念だなと思って、はい、ネットで見つけたコンテストに応募してたんです、はい、でそのコンテストを主催してたのが宮本さんなるほどだったんです、ね、あ、そうだったんですか。そうだったんですか。みんなの街のあ、みんなの街さんの、それがそうですか。もう何年前でしたっけ。2008年ぐらいだと思うんですけど、 そうですね、でその時に僕はまだちょっと照れくさくて本名じゃなくてペンネーム使ってたんですけど、この宮本さんはじめこのモノグラムが作ったあのカメラピープルみんなの街っていう写真集、ビレッジヴァンガードとか行けば置いてありますが、ペイブックスから出ている写真集の別名義で発表されてたんですね、はい、そうなんです。っていうこともあったり、ここで個展をやらないかって宮本さんが誘ってくださって、はい、一回やっていて、でこの映画一つの歌の、メインのロケ場所にもなっている。そうですね、最後のクライマックスシーンでもこの舞台で。そうなんです。すごく大事なシーンをここで、まさにこの部屋で撮ってるんです。ここは、ね、見た方は多分、そう、あ、ここだったのか。同じアングルです。アングルですね。はい。僕も最終日に見学に来たので、お花束をもらった覚えがあります、ここで。そうです。あのクランクアップ、もう増野さんは出演終わってたんですけど、なんか最後みんないないと寂しいなと思って、花束をもらいに行きました。でここはビルで、1階が、なんて言うんでしょう、店舗でフィルムを焼いたりとか、ね、はい、写真屋さんですね、いわゆる雑貨がやったりするような感じで、2階がギャラリーになっていて、で3階は事務所になってます。3階事務所ですね。そして屋上でご飯を食べるんですね。屋上でも食べましたっていう感じの、2階ホタテを焼いてたのか、はい、しましたね。学芸大学駅東口を出て3分ぐらいのところですぐですね、はい。で今個展を始めて何日目ですか、2人展を。月曜日からですから、まあ、5日目ですね。5日目そうですね、です5日目です。はい、という長い説明になりました、ね、はい。でそもそも、はい、このスチールを撮ってらっしゃる鈴木理恵さん
はい、お差し置いて監督が写真家としてこの本に参加しているという不思議な経緯もあって、はい、土を撮ってらっしゃる鈴木さんの写真と、はい、監督の写真とをこう並べて展示してあるんですね。この本の私たちのプロフィール写真とかは鈴木さんが撮ってくださったりするという、そうですね、いういろんな経緯があります。その辺はきっとよくわからないと思うので二人手に来てください。で、今日はせっかくだからこの本の話と映画の話とかを、そうですね、してこの個展二人手に皆さんに足を運んでもらおうという懇談のユーストです。よろしくお願いします。お願いします。皆さん何か見てらっしゃるのだろうか、全く見てるかどうか分からずに喋っていて不安になりません。私宛に何かコメントをください。この間の放送がものすごく画像が悪かったりとかして悲しかったので、あ、そうなんです、音が聞こえなかったりとかしたら、佐々木新君とかとやった時ですね。あ、すごい、僕だけ当たってる感じになります。あれ、しかも服白いから光ってます。どなたか見てくださってるんだろうか。これぐらいにしようかな。あ、そうです。これぐらいにしときました。ありがとうございます。全然お顔が見えないとね。杉田さん、もうちょっと。はい、まあ、じゃあこれぐらいということで、まだ全然話してませんが、見てくださってる方12人いるんですね。なんかご質問があったら私宛てなりにメッセージをください。ということで、映画がちなみに公開が決まったんですよね、9月の下旬に。あ、それがですね、はい、実は何日か前に渋谷の映画館とかで仮チラシを配ってんですけど、それはこの一つの歌の配給をしてくれているボイドという会社が今ノンテヘルマンという監督の映画を渋谷の映画館でやっていて、はい、そこに織り込もうということで、はい、急遽作ったチラシは9月下旬と書いてあるんですが、はい、そのチラシを刷った日に10月上旬に変更になって、そうだったんですか。そうなんです。なのでこのボイドペーパーでは10月上旬となっております。なるほど。仮チラシは9月下旬と書いてありますが、まあ、まあそんなズレは日数的にはズレはないと思うんですけど、本には夏ってなってますね。そうなんです。2012年夏。この映画ずっと公開はもうそろそろですって言い続けて伸び続けたっていう。まあそもそもだって公開しそうになった時に東京国際映画祭に呼ばれたりとかしたんですもんね。あ、そうなんですね。去年の秋の東京国際映画祭に出品できるっていうことが決まったゆえに公開が伸びました。伸びました。撮影してたのは何年前なんでしたっけ。撮影が2010年ですね。もう2年前ですね。2年前の今くらいがもう撮影直前の準備。あれだってそうですよね、夏初夏ですもんね。マソンさんにお会いしたのがまさに今ぐらいだと思います。そうかもしれませんね。嬉しいカフェで。その辺のね、詳しい出会いの経緯はこの本に書いてあるんですよ。皆さん。そうなんです、ね。でも僕が出会った時期が曖昧に書いてあります。確かこれぐらいですね。傘を持ってた気がします。そうですよね。傘とカサブランカが並べて売ってありましたよね。花屋さん、カサブランカって並べてわざわざ歌ったと思うんですよ ね、 ねダジャレで売ってたと思うんですけど。そうで、映画祭で上映六本木でしたんですけど、はい、でそのまままた国会に向けてこう一人でやっていたんですが、このボイドという会社が、の樋口康人さんという方が、はい、一緒にやろうと言ってくれて、はい、爆音映画祭プロデュースされてるんですね。この爆音映画祭というのがだんだんもう皆さん映画好きな方はもうご存知だと思うんですけれども、次の爆音映画祭は6月30日から
7月13日まで吉祥寺のバースシアターというところで、やります。でこれの爆音映画祭というのを、いつも中心でやられている樋口さんという方がいて、一つの歌の配給を引き受けてくださった。なるほど。音でまたいろいろ動いて、映画の配給って本当に大変ですね。映画の公開。はい。今私は自主映画を作るのが趣味なので、ちょっと短いものを作っては、ユーストリームとかに載せたりしてるんですけど、はいはい、映画を人々に届けるのはなんで大変なのでしょう。そう、台本書いたの2008年からなので、4年ぐらいですね。ね。監督は写真を撮って、でも自分の映画はなぜ自分でカメラを構わないのですか？突然の質問ですけれども。自分が切るフレームがあまり好きではなくてですね、はい、あの雑念がこう多くて、なんて言うんでしょう、その僕じゃない人がこう撮ってもらった方が僕が撮りたいものが映るんじゃないかっていうのが、何回かこう映画を作っていくうちに分かっていったんですよね。なるほど。自分で描いて、あ、こういうものを撮りたいんです。例えば映画の現場でこう準備して役者さん覚えてもらってやった時に、そこで自分がこうカメラを置いた時に、そこの場所が持ってた力がちゃんと発揮されてないっていう実感が積み重なってきました。僕はそのもう場所を作ることに専念したいっていう。なるほど。まあ、監督ですよ、それはまさにね。まあ、そうですね。あのここに映画が生まれるはずって思っている時間を作ることに専念して、なるほど。そこでもう要は労力を全部使ってるぐらい。あれと編集も人に、ご自身も編集するのに人に頼んでいるし、はい、その辺が不思議だなと思っていつも思っていました。例えばその撮影、一つの歌の撮影をしてくれた飯岡さんなんかは現場中、まあ、いろんなシーンを撮ってるんですけれども、役者さんがこうどういうセリフをどういう感じで言ったかとかはあんまり覚えてないんですよ。はい、要はこう彼女が見ているものを、あのそのフレームに収める、収めるというか撮影するということで集中して見ているものと、僕が見ているもの、みんな多少こう違っていて、それぞれがそれに集中しない限りいいものが撮れないっていう感覚です。分担した方がいい。僕もでも自分が撮った自主映画は編集する気が全くなくて、いつも人任せにしてしまっていて、今日その編集をしてくださった方がたまたまいるのですけども、小森さん一瞬でも映りませんか？なんか最近編集した 作品のタイトルでもちょっと喋ってみてください。いや、あまり言わない方がいい。いや、大丈夫です。あまり近くから行くと、すごいデカ。遠目から行くといいですよ。YouTube にアップしてる私の作品の編集してるやつは結構お任せしてしまっている小森さんです。小森です。コブさんとはツイッターで知り合いました。みんなそんな感じですね。ツイッターなんですか？ツイッターで知り合った。僕が編集に困っていたら、編集のプロがいて手伝ってもらってるという感じなんですが、あのボーイズ・オン・ザ・ランって映画とか、最近作で言っていいのはどんな作品？あ、全部言ってたらいいですね。昨日試写が終わったのは、ワッケン・オッケンという天草の牛深の町の大竹しのぶさんが主演のハイヤー祭りの話です。秋ぐらいに公開になります。来年の春ぐらいに公開になるのが、松竹の、作品で、ひまわりと子犬の7日間という、坂井雅人さんが主演の、はい、宮崎の、なんていうかな、犬の突発する市役所、保健所、あ、うん、愛護センター、はい、まあ、そういうところの話。なるほど。坂井雅人さんが主演。そしてこれから今ちょうど撮影中なんですけど、うっちゃんなんちゃんの内村さんが監督されている作品がありました。あ、ニュースになってましたね。はい、あの芸人交換日記という鈴木治さんが、ベストセラーの、はい、それの映画化の作品をこれから編集するという方なんですけど、うっ
私は自分が撮った映画の編集が全く興味がないのでどうしていいか分かんなくて、いつもワンカットで撮ってるんですけど、どうしても編集しなきゃならない時にはお願いしてしまってるので、自分が編集した変なバージョンと編集していただいたちゃんとしたバージョンを両方とも YouTube に載せてますので、皆さん見比べて楽しんでください。今日はその二人展を見に来てくださったので、もうそろそろ帰らなきゃならないということなんですけども、無理やり残っててもらいました。小堀さん、僕が夢屋ホテルっていうパフォーマンスの集団があって、そこで九州の別府で撮った短編を編集してくれた。あ、そうなんですか。編集はでも、ちなみに僕がすごく好きなバンド、カステラってバンドがあるんですけど、カステラの初期のプロモーションビデオとかを手掛けたことも実はあるという、本当に下っ端だ、スタッフとして関わってたことがあるという、すごい不思議なつながりが実はある感じです。スターでその話された時に、マスモさんのことチェックされてたんですか？いやいや、マスモさんがのこと実はあんまりよく私は存じてなくて、マスモさんが単に映像のことでなんか困っているというのを書いてらっしゃって、困っていたんです。で、一応本業なのでもし分かればっていうところから、で、そちょうどそれが夜昼英検というマスモさんが参加されている夜の昼寝という場所で、夜英検なんですけど、はい、ワークショップで、そこのちょうど やる期間のちょっと前だったので、そこに紹介とか一緒についてもっとなんか編集以前のとてもひどいレベルのことがあると思うんですよね、確かね。そうですね、なんかデータが出せないとか、データをどうしたらいいのだろうみたいな感じでした、うん、ご縁です。不思議な、そもそも監督が僕を出演に誘ってくださったのもツイッターなので、そうです。ツイッターでツイッターすげえですね。ツイッターの宣伝やってました。出会い系って出会い系ですね。まあまあここも出会い系みたいなもんですよ。まあまあそうです。どういうご縁で出会ったんですか最初は。うちもまあ言うとうち主催の SNS で、あ、そうかそうです、ね。カメラピープル SNS っていう SNS に参加いただいてたところから写真をこうアップしてもらってたので、うん、僕まあそこの管理人っていう役割だったんですけど。ネットですからね。そうですね。ある日なんか声かけしてくれて、ちょうどここら辺で2人で座って初対面でいろいろ話をさせていただいて、君山さんもこうもともと写真の方じゃないんですよね。じゃないです。昔は淡路島でしたっけ。淡路島もいました。で、変なって言って変なもの作る美術でこう陶芸とか、そうだった。割とこういろいろやられた果てに、なぜかギャラリーをやることに、なぜか写真屋とかギャラリーとかね。これはちなみにこの放送は時間差で流れてるから、音があれなのか臨床になっちゃうのかな。関係した方がいいんですよ。間違えました、間違えました。え、そうだったんですか。なぜやろうとしたのか、きっかけがあったんですか、ギャラリーを始めようっていう。もともと写真は大学の自分からカメラを使ってたんですけど、特に勉強したわけじゃなくて、で、大学もこう2回行ったりとか、その淡路島に行ったりとか、結構社会人になるまでの時間が長くて、で、社会人になってからウェブの制作会社に入ったんですけど、そこと知り合ったメンバーで、ウェブの制作会社を立ち上げたんですね。で、今もこの会社はウェブのことをしてるんですけど、ちょっと写真関係のメーカーさんとかとお仕事させていただくきっかけがあって、その中でも特に富士フィルムさんとよくつながりができて、その富士フィルムさんがやっぱりちょっとこう今どうしても写真業界の中でも写真屋さんっていうのがちょっと減ってきてると。減ってますね。その状況っていうのをなんとか変えれないかっていうご相談をいただいたのが、きっかけで、で最初はいろんな写真屋さんをこう取材したりとか、お話聞いたりしてると、やっぱり意欲のあるところとちょっともうなかなか難しいって言ってるところがあったんですけど、いろいろ見ながら、それこそ北海道の末期のこともそうですけど、はい、僕らが写真を作ったらどうなるだろうっていう、全く別の業界から来た人間が写真やったらどうなるだろうっていう、ちょっと今思えば無謀なことを4年前ぐらいに思って、で、富士フィルムさんに相談すると、じゃあちょっと応援しますからっていうので、
で立ち上げの部分とか、まあ、いろんな人の協力があって、まあ、僕が店に立ってるわけじゃないんですけど、ユーザーさんが店長になっていただいたりとか、スタッフの方も、まあ、うちのネットから集まった方でお客さんになってもらったり店員になってもらったりとかで、うん、なんとか気がつけばもう今4年みたいな感じなんですけど、じゃあ先にウェブありきでその写真集をウェブ上で作ってらっしゃったりするのもその流れなんですね。そうなんですよ。だから本ももともとあのポラロイドの本でポラロイドライフっていう本を一冊作ったのが、まあ、最初だったんですけど、この本を作ったのはピエブックスさんだったんですね。ピエブックスさんにあの、まあ、この企画を編集者の方に投資いただいたのもちょうどこの時期ぐらいに、カメラ写真っていうとマニアックな人の世界からちょっとファッションにあの寄ってきてる感じの流れがあって、6年とかちょっと写真を撮るのが好きな人たちが、ね、中でもちょうどフィルムとデジタルの狭間ぐらいの時だったんで、もう本当にカメラにいろんな可能性があって、その中に一つポラロイドがあったんですけど、だからまあ僕も写真のこう世界に入ったのは昔やってたのもあるんですけど、やっぱりポラロイドが特に自分の中で強くて、今でもまあ究極はポラロイドかなと思ってるんですけど、写真で、うん、なんかそのポラロイドからまあフィルムカメラっていうところにまた広がって、で今はもうもちろんデジタルもやってるんですけど、そのご縁もあって、まあ、杉田さんがあの書かれた脚本というか最初の本当に一番最初のやつとかも見せていただいた時、ポラロイドとか出てきて、あーってなんかこっちもちょっと思いましたけど、あ、宮本さん本当にいろいろ相談乗ってくれて、実現しなかったこともありますし、でもいつもフォローもしてくれていますね。あと出演もされて、はい、あの一つの歌に宮本さんもご家族で、親子で親子で参加しました。お子さんたちはあの写真撮ってる本当のお子さんたち、本当のお子さんです。あの3人いる3兄弟の2番目と3番目です、ね、1番目が何でしたっけ、その日民間学校かなんかで、ね、そうなんですよ、これそれちょっと参加できなかったんですけど、そうだったんですか。でも確かにポラロイドは今帰って1回生のものだったりとか、うん、その場で見れるデジタル、その場で紙にはなんないから、帰って存在感が出てきたような気がしますけどね。そうですね、撮ってすぐプレゼントできたりするのがいいですよね。なんか、まあ、多分ね、もう質量というかこう写真って、まあ、複製できるもんだし、まあね、シャッター押すタイミングなんて別にこう、うん、重さなんか押せば映るもんなんで別に変わりないんですけど、ちょっとポラロイドに関してはちょっと重さが半端なく特殊というか、もちろん1枚しかその撮ったもので、ね、あの本当の1枚がその人の撮ったものなんで、うん、まあやっぱり他の写真他のカメラとちょっとなんか違います、うん、監督はそういうことを本当にこう踏まえて作品を書かれたんですか。はい、あのいや最初は知らないで書いていて、でそれこそこの一緒に展示あった鈴木さんに教えてもらってたもんね。そうなんです、ポラロイド借りて開け方が分かりませんみたいなところから始まったんこん、うん、開けら最終的に開けられなかったんです、分かりませんって。そうです、ここからで台本でもいやポラロイド撮る人はこうはならないんじゃないかなとかいろいろ話も聞きながら、あそっかそっかと思って、で自分も撮るよ、じゃもう自分も撮ろうと思って、でその鈴木さんがそのちょうど映画で言ったらあのイム・ベンダス監督の都会のアリスっていう映画なんかで主人公が使っている SFX70 っていうカメラがあるんですけど、それを貸してくれたんですよ、長期的に。あそこにあそこにありますよ、あこれだ。実はその鈴木さんも僕は杉田さんと知り合う前から知ってるんです。へえ、あそっか。キリちゃんはあの僕らがまあポラロイドの仕事してる時から実は彼女がイベントに参加してくれたりとか、うん、これは映画に出てくるやつとは違うんですか。ちょっと違いますね。ちょっともう怖くなってダメなやつと、
それがまあ本当は畳めるとお弁当箱みたいになってたんですよ。今は事情あって畳めないんですね。ちょっと今なんかでこうやってますか。こんな感じですね。あ、本当に畳むと。それが女の粋な私でも開け方わからない。壊すんじゃないかっていう。なんか前も話しましたけど、ちょうど東京国際映画祭で上映会があった時に、はい、質疑応答で、はい、なぜ今ポラロードなのですかって聞かれたりして、今時ポラロードを撮ってる人なんていないと思うとか質問があったんですけど、ああそうでしたねそうだけどその日偶然僕はその日の午前中にある場所でポラロードを突然撮られたんですよ。え、なんかちょっとこう家具とかを販売する展示会みたいなやつに参加してたんですけど、はい、そこに来た方が突然ポラロードを持っていて、はい、写真撮っていいですかって撮ってくれて、1枚撮ってくれたのをプレゼントしてくれたんですけど、ほぼそれがね映画と同じ似た機種なんですよね。はいはい、だからまさにその日の前に撮られてますよみたいな、撮ってる人いますよみたいな、撮ってないですよって言ってますけど、うん、いや撮ってる人撮られた、そうなんですよ。だからあの撮ってる人いるって思ったんですよね。でもその方もやっぱフィルムがすごく手に入りづらいから、うん、そうですね、あのすごく少しずつ撮ってると言ってました。だ僕がそのポラロイド借りて撮り始めた時期は1枚フィルムを230円ぐらいでしたね。あ、10箱で2370円とかだったんで、ペッと押すとこう200チャリン、そう本当にそういうチャリンどころかもだんだん、でその頃ちょうど青山新次さんって監督の現場に助監督でついてたんで、ある程度こうお金もまとまってもらえてはいたんですけど、それにしたってこう本当その一月の使ってるお金全部ポラロイドみたいになりそうになっちゃったんで、これはまずいと。で他の持ち歩くのは他の普通の一眼レフカメラに変えたりしてました。今ポラロイドはどうなんでしょうね。あの前チェキってちょっと15年ぐらい前に流行ったじゃないですか、はいはい、あれとかもうなくなっちゃったのかな。いや、あります、あります、あります。チェキはあれもポラロード社なんですか。あれはフジフィルムなんですね。あと昔は写真家の人がこう撮るときに練習で必ずポラロード撮ってましたよね、うん、映画の現場でも例えば、それこそ岩井修司さんの篠田昇さんとかポラロイド、うん、そうですね、撮ってるし、僕は篠田さんの現場やったことはなかったですが、篠田さんの助手をやられてた方が撮影技師の時の現場に行った時があって、そのライティングをまずこうするとポラロイドで1枚撮ってこう見てライティング確認するっていうのをされてましたね、うん、映画もそもそもフィルムだったんですよね。フィルムの時代から編集されてました。そうですね、編集自体がフィルムでしたね。どっちかというと小堀さんフィルムのフィルムだったのに、じゃあデジタルを勉強し直したんですか。そうですね、もう大変でしたけどね。大変でしたね大変ですよ。何のための技術だったのやったと思ったら、まあ、でまたいっぱいソフトも新しく出てくるじゃないですか。その時の技術は無駄になっちゃったんですか。いや 無駄というか、まあうん、まあでもあんまりこうもうやる機会がないので、フィルム撮影自体もフィルムじゃなくなってくることが多くて、うん、もうないですね。まあほぼないですね。最近ちょっとシネコンがそのフィルムで書けなくなってしまったので、だから面白いのが何年か前まではその映画館の情報とかそういうこと、まあ、今はないですけどピアがあった時とか、うん、注意書きでちっちゃくデジタル上映で、うん、書いてあったのが今はそれがフィルム上映わざ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 書いてあるフィルム上映、うん、もうあっという間にそう逆転しちゃったなって。なんでしょうね。ポラロイドのでもこの間ユニクロのコラボ T シャツでポラロイドの T シャツありましたよね。あ、そうですね、今メーカーさんでフィルム出されてるところとのコラボなんですけど、あ、今ありますよね、新たにさんとやってるやつですね。あとポラロイドも、デジタルでもう出すんでしたっけ。どういうことだ、それはデジタルポラロイドもデジタルでも撮ってメディアに残せるし、そのままこう押せば出力じゃ選んで、うん、自分で OK ってやつをこう取った後でプリントするみたいな。ある意味単にプリントがついてたけど、そうですね、ちょっとせっかくですねやっぱりあの
まあ形はこの白枠のこのナスタルドなんですけど、ただ紙はやっぱりあのこうプリンターなので感熱式というか、あ、そうなので、あの今のあの今の昔のあの形のこう乳剤が入ってる現像するようなポラではないので、本当にプリンターカメラ付きプリンターっていうような感じ。炭酸見えてくるとかでもないですね。もうそのまじっと、あ、そうなんですね。ちょっと勝手に違うものを想像してました。それはだって他のデジタルカメラ撮ったやつのデータでもプリントできちゃうんですかね。できちゃいます。メディアをこうさせばそこで。そうか、あと撮った後でこうセピアとかモノクロとか、インスタグラムみたいなこと。そうです。あの編集自体もできちゃうみたいな感じなので。あとでもそのセピアとかも私たちの世代では知ってる概念だが、何のためにそんなことっていう感じではありますよね。そうですね。若い人に撮ってみたら、あの今8ミリっぽく撮れる、うん、やつとかありますもんね。あれまさにモノグラムを出してます。まあ違うものになってきてはいますよ、ね、だでもその辺はそのあんまり悲観してないところもあって、なんでこの写真展も奥は全部ポラロイド、まあそれを引き伸ばしたパネルもありますけど、あの引き伸ばしたパネルの下に今カメラだと見えないと思いますけど、あ、すいません、ポラロイドも展示していて、これはじゃあ光が当たると消えていってしまうんじゃないですか。そうですね、あまり太陽に当てるとそうなんですけど、この辺がで、この左側の側面にあるのはインスタグラムで撮った写真展示してるんです。だから小さいんですね。まあそうなんですけど、そのインスタグラムって僕アプリに入れてるけどどういうものか分からずに未だに使ったことないんですけど、どういうものなんですか。まあこのマシカポラロイドと同じ真四角でiPhone とかでこう、iPhone だけですかね。いや、この間もアンドロイドもできる。何がいいんですか。ちょっとフィジカルがある。それっぽい写真が撮れたように。ちょっと味わい良くなるんですね。いや面白いですよ。その何だろうな。元々撮って写った光のここを抑えたいとか、ここは陰ってるけどこの影はなくしてもいいかもしれないとか、いじれるんですよ。でもそれって映画作ってる時もやりますよね。映画もフィルムでもデジタルであっても、あの撮った時の撮りっぱなしの映像で上映するってことは絶対ないんですよ。必ず補正をかけますから。うん、そうだったのか。そうなんです。人が嫌いな僕には知らないことでした。聞かない方が良かったですね。あの一つの歌も2時間あ100分ほぼどのカットもチェックして、もうそのままでいくのもあるし、やっぱり現場じゃ分かりきらないことが多いので。そうだったんですか。その日の天気で明かりも違うし、うん、編集の人はじゃあそれを踏まえてさらに編集するんですか。え、色のあんまりないですね。それを考えて編集ってことはあんまりない。まあ提案することありますけど、あのちょっと例えば回想シーンのちょっと変えてみますかとかはありますけど、でも基本的にはカメラマンが決める、監督とカメラマンの、こうですね、だからその撮影した人っていうのは現場終わったら終わりじゃなくて、編集、例えば小森さんのような方がつなぎ終わりましたってなったらそれを見に来て、もう一度その色を調節するんです。最後までこう自分が撮ったものを責任を持つ。僕はあの杉田さんと関わって、まあ、その僕は全然映像の世界は全く入ったことなかったんですけど、映像のワークショップ一緒にやらせていただいたりして、結構その編集次第で本当に撮って終わりじゃなくて、本当に撮った後でどうとでもなんかまた変えられるって思うと、うん、あの役者さんはもう本当に撮られてて身を任せてるというか、で撮ってもちろん監督とかはパスで、あの撮られた方はよく最後にお疲れ様でしたって本当に花束を渡してやるじゃないですか。はいはい、でも周りのスタッフ実は全然お疲れ様じゃないんだっていうのを杉田さんにかかって知りました。あ、なんかこう最終日みたいなでもうなんか終わりみたいなじゃなくて、むしろそれからですよね。よくね、撮影は楽しいけど編集大変とか言いますもんね。うん、あ、逆の人の方が多いです。うん、そうなんですか。あ、そうなんですか。編集好きの方が多いですよ。僕の印象だと。結構そういう人多いですね。そうなのか。僕は逆なんですよ。僕は現場の方が好きなんで。めっちゃ早いですよね、杉田さんの編集。
あのそうかもしれない、ね、映像のワークショップ一緒にやりましたけど雑なんです。その場でどん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 こう合わせて切っていってあライブでやりましたけど、だって編集大嫌いで編集しないで済む方法ばっかり考えてるんですよ、うん、意外にそのとこが多分こう通ずるんじゃないですか。僕なんか嘘が嫌いなんですね。だからいいことですね。ある本で写真を色加工したのだけでも許せなくって、もともとの色が銀色なのに黄色に変えられた時があってすごく嫌だったんですよ。喧嘩になっちゃったんですよ。それ元のやつが銀色なのになんで色変えるんですかとかって言って、そんなのみんな当たり前じゃないかと思って、うん、それこそ一つの歌のマスノさんが映ってる最後のシーンは補正しまくってます。そうなんですか。あれちょうど日暮れ時夕方の紫のところタイミング狙ったじゃないですか、はい、あれってもう本当に20分とかで明かり変わるんで、でマスノさんがあと金子竹の側をこう取っていくうちに明かりはあっという間に変わるんで、はい、それをじゃあ色調整して同じ時間にしてるんですね。そうですそうです。そのままにすると別の日に見えます。そうだったのか、知らない方がよかったかもしれない。それってその、はい、まあ、デジタルだからすごく容易にできますけど、フィルムの時代はどうやってたんですか。あの現像液にどれぐらい色を浸すかとかで長さで決まる。そんな職人技で。職人技ですよ。じゃあそういうまたプロの方というか、そうです、そういうのも。これというかカラーリストみたいな方。へえ。やっぱりそのままではいけないんですね。まあでも単価はもうそうなんですけどね。そのまま感じたことをそのまま書くとそのまま感じたものは伝わらないものになってしまうから、ちょっと加工が必要ではあるんですけど、ね、まあ嘘じゃないですからね。まあね、だからちゃんと本当にするために嘘をつくみたいな。まあそれはそうなんですけどね。うん、小森さんがやっぱりこうマスノさんとやられるのがすごいわかるっていうか、マスノさんがワンカットで撮った映像を見て、これ編集いらないじゃないですかとかをちゃんと、うん、そうですね。小森さんは言いおっしゃいますよね。なんか割とあのいつもこう汲み取ってくださるので、全然こう前から知っていたかのように、今日も編集してたやつ見ながら、そうそうこうこうとか思ってなんかもう当たり前のようにもうそうですねみたいな感じで、ありがとうございました。なんかこうきっとこうなってほしいなっていう感じにちゃんとなっている。でもあれ、あの最後の本を読むシーンとかって足してくださったんですね、ちゃんとね。なくなってもしょうがないかと思ってます。いらないって言ってましたけど、うん、でも宣伝のね、あのその他の宣伝のための映像でもあったので、やっぱり入れるのがいいだろうな。今話してる映像については今度 YouTube でアップしますので見てください。あの僕のこの歌っていう本の宣伝映像をちょっとこの間撮りましたの、はい、で、それをちょっと編集をお願いしました。そのやつはちょっと編集なしで作りたかったんだけど、あまりにも編集なしだとわけわかんないものになってしまったんで、音がね、ちゃんと拾えてなかったので。そうなんですよね。まあ、土佐くんのせいなんですけどね、ほとんどね。土佐くん、あ、いらっしゃいませ。土佐くんというね、あの、この歌に入ってる杉田監督の映ってるもん、ど真ん中長い文章を最初に発表したのが土佐くんのワークショップの小冊子だったんですよね。そうです、そうです。で今日写真展のもう一方がいらっしゃいましたね、鈴木玲さんです。普段学校に勤めているので、この時間しか来ないんですね。そうだ、学校に勤めてるとこまでもうパクロしちゃうな。大丈夫、まずいですか。いいです。学校の先生なんで。これ学校の椅子ですね、ちなみにね。そうです。この穴は傘を差すんですか。そうなんですよ。さっき話題になってた、うん、そう、穴は何だ、何なんだろうと思ってちょっと傘をしてみたんですよね。なんか中学か小学校かなんか子供用のやつらしいですこんな感じらしいですよ、皆さん。皆さん多分椅子の話を急に何の話ですね。学校の話ですね。そうなんですよ。いいですね。これとかなんかイギリスの図書館で使ってたらしいんですよ。この下のいいですね。この金属のこの部分が欲しいなとさっき思ってました。そうそう、さっきずっとこれマスの書店に自分の小さな場所を書いてお店みたいなことしたいんですけど、これがあるといいなとか思っちゃいました。その折には、ね、このでもなかなかその折にはうちではちょっとこれどう扱いどうしようって言いながら今このちょっとサイズがもうちょっとこうこじんまりにしてるといいな。じゃあちょっとチャンスがあります。そうですね、ちょっと相談させてください。いろんなところ、まあ、どこを見るといいんですか。今人数はね16人ですね。ありがとうございます。
でもさっきまで21人だったのに減りました。なんででしょう。ひどい。皆さんなんか反応くださいね。なんかお答えしますので。私聞きながら来ましたよ。あ、でも今本当に夕ご飯の時間ですね。あ、そうそう。2人店はいかがでしたか。やってみて。2人店は無理がない感じでしたね。なんか普段から撮ってるものを使おうっていう話で、新しく撮ったものもあるんですけど、その延長線上だったので、はい、無理がない写真展になりましたが、その分普段の感じが出てきていいんじゃないですかね、うん、あのポラロイドなんかは杉田さんが写真を撮り始めた時期の一番最初ですね、うん、下のだろうね、あれは一つの音がそのままの写真ですし、これは iPhone に変えて嬉しかった時期があります。割と2人が同じぐらいの時期に iPhone に変わったんです。そうなんですか。たまたまそれでインスタグラムになったんですね。面白いって言って結構撮っていたっていう。あと僕はまあ正直に言うと、こう麻生さんが僕がその歌が出た後もちょっとアップしていた写真をすごいまとめてくださっているので、ええ、これは続けなければと思って。そうそう、なんか歌が出た後に杉田監督が写真家として仕事が次々と来るようにと願っているんです。そういうプロデューサーなんだろう。僕のプロデューサーは麻生さん。ブラジルのデータがなくなって。そうなんですよ、ブラジルでブラジルに行かれて、それでいっぱいいい写真をアップしてるからすっごい楽しみにして写真集を作り始めたのに、その写真を全部消してしまったという本当に恐ろしいですよね。すいませんでした。本当にショックでしたよそれ。で僕はそんな落ち込んでないのに、マスモさんがすごいへこみました。その日結構ずっとため息つかれて、ね、だってブラジルの写真集面白いじゃないですか。あ、良かったです ね、すごく良かった。私も楽しみです。消えちゃいました。僕なんか多分その時期つぶやかれてるのを見たら、なんかいよいよ帰ってくるぞみたいな、なんかこう、結構杉田さんのやり取りをこつぶやかれてましたもんね。もう付き合ってる、ね、好きなんだなっていう感じで伝わってましたけど、でもまさか写真をなくすとはね。ダメだったんですか。復元できなかった。できなかった。あ、そうなんだ、すごい残念です。あの復元ソフトを貸してくれた方とかいたんですが、ちょっと失敗に終わってしまいました。恐ろしいことですね。またでも行ってください、ブラジル。そうなんです、ね、僕のために。まあそれ で iPhone にもなって、 iPhone は本当もう撮ってすぐネットにアップできるし、あのデータがもっと重いデータをアップしてたらよかったんですね、きっとね。そうでもない。いや、歌と同じですね。ああ、そっか、あれ上げるときに、ね、あ、すいませんでした。今でも撮った旗から、あの鼻からクラウド的なものにこうアップできる方法がありますよね。ああ、そうですね、 Google プラスとかね、うん、時間です。それでよっぽど残念だったんですね。僕もちょっとやっぱり海外に行ったテンションで撮りまくってたんで、いや、まあ、ちょっと無理がありましたね。ちょうど同時にドキュメンタリーも撮ってて動画回してたんで、パソコンが重くなっちゃったんですね。私もう頭もいっぱいだった。でも今怖いんですよね。だからあの例えば録画とか録音とかしてても、昔ってカセットテープに撮ってた時代は消すにしても時間はかかるのに、今って一瞬で消えちゃうから、だから大切な音声が消えちゃうこととか僕もありました。そういえば。あ、今どれぐらい話しましたか、私たち。山本さん、お時間大丈夫ですか。大丈夫ですよ。まだみんなの出会いしかなってませんね。あとはフィルムの、あと小森さんは帰らなくて大丈夫です。ちょっとそわそわしてきます。フィルムの消失とデジタル化の話もしました。はい、近い。 あとはそこにわざわざ今回あのこの歌の中の写真をフィルムに焼き直したものをスライドで見せるという、ああ、大変ぜひ見ていただきたいですね。これあの皆さん使い方がわからないので苦情がすでに、動かしたらいいですか、すでに動かせられているんです。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、どうもお疲れ様。見えるかな、いいっすか、中で。いや、この位置でも見えますかね。できますか。画面に入ってます。一応画面に入ってますね。じゃあ遠目から
皆さんここにはちょっと遠目に映ってるテレビ的なものがスライドになっていてですね、写真は全然見えないかもしれませんね。歌の写真です。これをちゃんと動かして近づけるべきなのだろうか。じゃあもう少し見ます。そんなことするとパソコンが切れてしまうのだろうか。いや、大丈夫ですよ。ありがとうございます。ぐん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 僕が映ってます。こんな感じですね。はい。あれ？よいしょ、こっちです。ここです。皆さん見えますか？杉田さんのその押してるやつでこう動いていってるんですね。これがリモコン。これは歌の中の写真をわざわざフィルムに焼いて、そうデジタルなのに、デジタルなのにフィルムに焼いた、焼いたものをスライドで見せてるというこのものです。ぜひこの現場に来て実物をいじってみてください。皆さんやり方をマスターしてください。はい、なんか難しくはないと思います。最初ですね、何も映んない時が何回かあるので、それは我慢して何個か押すと、あの壊れたわけじゃないのでちゃんと見えます。こんくらいしておきますかね。はい、これも機械面白いのは、ここから捨てるんですよ。投影ができるんです。え、どこにですか？え、そうなんですか？え、そうなんですか？いや、これを切り替えれば、壁にこう捨てるんですね。今ちょっと分かりづらい。その機械をなんかこちらで販売もしてるという噂を聞きました。販売しております。おいくらぐらい？おいくら何円ぐらい？1万いくらだったかな、2万だったかな。安いですね。でもいいですね。しかもカセットテープを横にさせば、確か音に合わせてカチャって動いてくるんですよ。それでもカセットテープが今珍しいんじゃないですか。ないです。戻し方が分かんなくなっちゃいました。閉めればいいです。閉めればいい、閉めればいいんだ。でもちょっといいですね、それね。そうなんですよ、コダックのやつですよね。ちょっといいけど、うちの店狭いからな。でもあるといいかもしれない。すごい近未来感ありますよね。ね、あのフィルムをもともといっぱい持ってる人が買うととてもいいですよね。あのあスライドフィルム、あんまり持ってないですね。自分が子供の時はみんなのフィルムでしたよね。今は今わかんないのかな、子供たちは。すごい綺麗なんですけどね。うん、このモノグラムはいろんなものを作ってらっしゃってて、なんかさっきも小さなデジカメみたいなのも、あれも開発されたんですか？そうなんです。まあうちよくフィルムカメラじゃないとなんか写真じゃないとか、ちょっとこうマニアックというか硬いイメージに思われるんですけど、実は結構うちの僕も含めてスタッフもみんなデジタルも好きですし、もちろんフィルムも好きだし、まあなんか撮るっていう行為そのものが好きなだけで、その写真の表現自体はいろんな形がもう自由にあっていいなと思ってるんですけど、そのうちの一つでデジタルカメラだからこそ面白いものっていうのもあるんじゃないか。あと、まあ、フィルムだからできないことで、まあ、フィルムってこう撮らないと、撮って現像しないと見れないと思ったんですけど、うちが作ったそのコレクションはその場で見れないんですよ。であれなんですよね、つまり繋いでから覗けないからどんなものだったか分かんないんですよね。そうなんです。ファインダーもないです。ファインダーもないんですよ。だからどこが撮れてるのかもちょっと曖昧。闇雲な感じですね。なりでもそれを 見ると映ってるんですね。そうです。でそのサンプルを動画も撮るんでしたっけ。そうです。僕が撮ったやつが杉田監督がサンプル撮ったやつが YouTube にあって、はい、でボケデジって検索し動画で検索したら、それ機械データを開発されたんですか。あのもともと、まあ、中国で作られたものなんですけども、そこの工場とつながりある、まあ、日本のメーカーさんがいて、僕らがこんなカメラ作れないですかっていう相談をちょっといろいろ差し上げたら、じゃあやってみましょうっていうことで、まあ1年半か2年ぐらいかかって何度もこう作り直していただいたりしながらやっとできた。デザインとかはどのぐらいさんがやって、こんな形がいいとかっていろいろわがまま言って答えていただいたっていう感じですね。面白かった。いやサンプル撮るのもすごい普通に楽しくて、スーパーで撮ったりしたんですけど、その買い物カートにテープでピタッて止めて、移動撮影が簡単に
できる上に他の人が誰も気づかないので、小さくてね、撮影しとると、ね、カメラじゃないみたいなもんですもんね、見た目がね。あと自転車のハンドルに上向きで、レンズ上向きで貼り付けると、その走っている人のこう顔がずっと映りつつ、木とかの下を走るとこう木の影とか木の葉と気持ちよく映るみたいなあの光とか、ね、予算があれば映画でも描こうとしたいみたいなことが、カメラがちっちゃいエヴァルダってできる親指ぐらいの大きさなんで簡単にできるっていう。今ちょっとユーストンホールのホゲージドットコムのアドレスを書いてつぶやいてます。なるほど。あ、小森さんとお帰りなさい。あ、そうなんですね。じゃあ小森さん、はい、すみません途中で邪魔して、ありがとうございます。また、はい、今日いただいたデータの私が企画した、いや、やってます。そんな緩い。小栗さんの編集してくださったやつは後でアップしますので。はい、あ、まだでもあれ完成じゃなくて、ってか直すならまた連絡。ありがとうございます。はい、多分そのまま使うと思います。そうですか、朝が行かせてください。はい、はい、よろしくお願いします。すいません、途中で。皆さん、編集のご用命があったら、映画館の方たちはぜひ、ポーズオンザラインやうっちゃなんちゃのうっちゃの編集をされてます。小堀ゆき子さんです。です、ゆき子の木は起きるの木なので、はい、間違いないでください。マスロのネット上の動画 の半分ぐらい編集してくださってますので見てみてください。はい、いらっしゃいますか。はい、椅子のじゃあお客様がいらっしゃったみたいですね、はい、気にせずに見てください。今ユースト放送というのをやってますが、あまり気になさらずに。すいません。じゃあ小森さんまた、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、そういうものも作っていらっしゃるということで、はい、リエちゃん増えてるよ。あの橋口議題橋口議題、今はあれなんですか、そのあ、すいません、あの、あ、どうぞ。よかったら見ていってくださいね。大丈夫ですか。辛いですよね、ちょっとね。本当、どうしましょうね。いや、大丈夫です。はい、あまり気になさないでくださいね、はい。ありがとうございます。大丈夫ですか。また来てください。そんなわけで、でも普通のフィルムを、未だにフィルムを焼いたりすることもされてるんですね、それでね。ラボ的な。そうですね。あの、フィルムは、まあ、デジタルからカメラっていうのに、触れたっていう人はやっぱりもう今とか10代20代の方ほとんどなんですけど、かえってなんかそのデジタルの楽しみにした後でもう一回フィルムって目新しいというか、フィルムの新しいなんか楽しみ方みたいなのを覚えて、なんか若い人の方が結構フィルムやってくれたりとか。でも街中で結構見かけますよ、本当。東京しか知らないですけど、高円寺なんか歩いてたら、高円寺とか何人に会うんだろうっていうぐらい、みんな一眼レフのフィルムのカメラを、丸田正蔵さんが苦手とするこう一眼レフをか、あの首から下げて、ね、下げちゃダメだっていう方もいますが、そうですか、いますよ ね、 ね。あとやっぱり未だに花見のシーズンは驚きますね。写真見ながら撮っていて、昔はでも写真ってみんなに焼けまして送るね的なものだったのが、今はちょっと違うものですもんね。そうですね、うん、あんまりだ紙にした状態のものを目にしなくなりましたね、普段のスナップ写真はね、うん。じゃあ宮本さん、未だにこう会うと会った人多分写真撮ってるんですけど、これ分かりますね。後日会うとその時の写真ちゃんとくれるんです。これはフィルムなんですか。これフィルムのコンパクトカメラなんですけど、あの一つの歌手の金子武則が持ってるやつ、ちょうど前、撮った写真をネットに上げて、雑誌でなんか紹介してたやつですか。ナチュラピープルっていう、ナチュラピープル、それこちらのサイトなんですけど、あ、そうなんですね。そのナチュラっていう、まあ、これもあの富士フィルムさんが今現行品と出してるカメラで唯一売れてるフィルムカメラ。そうなんですか。何がいいんですかこれは。あの、まあ、値段も2万ぐらいするんで、2、3万するんで、普通の他のコンデジと変わらないぐらいなんですけど、結構レンズがいいので、まあ、使い勝手も本当シンプルなので、
プリントにした時とかもすごい、まあ、レンズがいいでも絵としてもいいんですよね。一眼レフなんですか？いやもうこれはそのコンデジというかコンパクトフィルムカメラ。コンパクトフィルムカメラですね。特になんか特徴的な機能がすごくあるわけではないんですけど。あ、でも暗いところでもよくて、ノーフラッシュでとか。メーカーさんみたいな。富士フィルムの社員。いろんなカメラ使われててもこうサブカメラとしてこれを持ってるとか。富士フィルム。一つの歌のスチールの時も使ってました。使ってました。あ、そう。三台目カメラで使ってました。まあ、このカメラで僕よく、ね、杉田さんとかも来た時とかもよく撮らせてもらって、でまあ、フィルムなので、まあ、もちろんデジタルデータにできるんですけど、また次お会いする時には焼き増ししたものを差し上げて、必ずやります。なんか富士フィルムは映るんですが、未だにずっとフィルムカメラとしては流通してるって言いますよね。はい、そうですね。どうなんですかね、今カメラこれ見てる方は興味それで興味であって見てる方もいらっしゃるのかな。なんかせっかくだからこんなメンツが揃ってることも珍しいと思うので、ご質問があったらですね、なんか聞いてください。監督宛にでもいいし私宛にでもいいんですけれども、マスの音がつぶやくとすぐ検索で探せます。検索で見つけるんですね、はい。この前マスのさんとあの池袋のリブロでトークイベントやったんですけど、その時も、まあ、マスノさんの発案で会場に皆さんいるんだけど質問をツイッターで上げてもらったんですよ。会場の人もじゃあみんなでじゃあ会場からツイッターでみたいな感じだったんですか？で、iPhone でツイッター見ながら質問に答えてました。そうでしたね。ユースト放送だったわけではないですね。あれいいですね。みんな質問しづらいですもんね、手を挙げて。そうなんですよ、みんなネット弁慶って言うんでしょうか。ネット弁慶、ツイッター上ではいろいろ言えるけど面と向かっては言えないという方たちがね。だそういうなんかみんなが本当ちょっと考えれば思いつくかもしれなくて思いつかないことをマスオさんつるってやりますよね。そうですね、質問をツイッターで受け付けるっていう発想すごいですよ、ちょっと面白いし。もう何より今日の出会いが2人とかツイッターっていうのがもうびっくりですよ。本当ですよね、うん、僕はマスオさんの小説の感想をツイッターと思えないレベルでこう長く書いてらっしゃったんですよね。当時ツイッターの使い方よく分かってなかったですね。変わった人いるなみたいな、すごいファンがいるなみたいな感じだったんじゃないですか、なんか不思議な感じでしたよね。でも本当に、ま、本にも書きましたけど、最初出会った時にはまず台本がわけわからなかったのでこの人はどうしたらどうしようかなみたいな感じだったんですけど、明日答えますって言いましたね。そうでしたっけ。あ、質問が山本美穂さんからですよ。なんですか。すごい山本美穂さん、ありがとうございます。ご質問を。マスノさんは俳優の仕事はどう感じましたか？おー、うん、俳優の仕事か。私でも監督の作品が映画初出演ではなかったのですけれども、でもまあほぼほとんどはエキストラとしてしか出たことなかったので、ただとにかくわけわかんない映画だったから、その脚本が。ただその自分が受け止めたこの人物はこうなんじゃないかっていうのが、多分自分のある部分の素の部分で普通にいればいいと思っていたので、もちろん見た目とかそのなんだろう存在感は普段の自分とは違うように映っているんですけども、気持ちのレベルでは、あ、この出来事も知っているし、この出来事も自分が経験したことだと思いながらやっていました。あの映画見ていただけば分かるんですけども、僕のプライベートのことを知っていて、あの映画を見るとすごくリンクすることがいっぱいあることに気づかれると思うような映画なんですよね。書いたのは増野さんに出会う前だ、前だったんですけどもね、うん、
僕も撮り終わってからまたさらに松本さんの本をいろいろ読むようになっていくうちに、うん、あすごいつながりがあるっていうことに後で気づいたりしました、うん、割とだからその役柄をそもそもなくしてしまうというあ全くぐらいらしいんですけども、なんかそれに声かけていただいたことは光栄だと思いましたね。あだからなんだろう、ほとんどだから自分の能力とは違う部分での存在感とか肉体的なもので勝負していただいてると思ってるから、本当に見てても人ごとで自分じゃないみたいなんですよ。もちろん自分の姿形で映ってるんだけど、でも今日もねだってお目にかかった時に僕そうしてた僕と違う人と思われてたから。そうなんです。こないだもね あれですよ、艦隊を撮った映画監督深田さん、深田さんっていうね平田瑠璃さん の青年団にいらっしゃる方で映画監督でもある方がと飲んでた時に僕が一つの歌に出たことも知っているし僕のことも知っていたのにずっと喋っててつながってなかったっていうことがあったから、多分映像で見る僕と普段の僕は違うものになっていると思うので、それは皆さんぜひ僕のこと知ってる人ごと見てほしいですね、うん、でもあの映画で興味持った人は普段の僕は嫌いかもしれませんその辺はご勘弁ください。質問が来ています、はい、一つの歌、質問じゃなかったです、はい、一つの歌札幌郊外お願いします。橋口ギタリ有名な方ですか、この店と仲がいい札幌の写真屋さんの札幌公開もでもすることはするんですよね今、ボイドの樋口さんとその話しまして、ちょっと今作戦練り中です。札幌必ず行きます。お待ちください。山本美代さんがさらに質問してくれました。杉田監督は映画を作り始めるとき絵から発想しますか、ストーリーから発想しますか。どうでしょうか。どっちでもないんですよね。こういう時間が見ていたいっていう、だからそれが絵かって言われたら絵じゃないんですよね、うん、もう映画としてこういう人たちがこういう場所にいてなんかしてる時間みたいな、なんか時間を最初に考えます。だからこういう僕絵コンテとかも描けないんです。台本書いた時に映像浮かんでないので。そうなんですか。浮かんでないんです。でストーリーはそのこういう時間を取りたいなっていうのに沿ってこう生み出していくので、だから例えばポラロイドを中心にしたしていなくて別の何かであっても多分同じ方向に行くんですよ。向かってる時間は何でしょうね。それはでもあれですよね、シンガーソングライターが詞を考えますか曲を考えますかって聞かれて、いや詞と曲がこう同時に出てくるし同時に歌ってるっていう風にブルーアーツの人が言ってましたけど、そういう感じなのかな。でも時間っていうことは大事になさってるんですね。そうですね。もっとちゃんと言えたらいい。でも監督はだから僕本に書きましたけど最初見た台本がわけが分かんなかったから、後に書かれた文章がすごく上手なのにびっくりして、文章を書く力で全然勝負してない映画なんですよそこがすごいと思いましたよ。やっぱりもし自分もどうなのかな。自分は文章しか勝負することが普段ないから、いろんなことを画で演出するようにしてるんですよ。自分に得なようにできることだけで勝負するようにしてるんですけど、監督はだからそこがすごいなと思いましたね。映画は全然言葉に頼ってない映画なので、なんか今自分の台本を今思い出してるんですけど、例えば最初の10シーンぐらいが新一国道たけしが歩いているバイクに写真を撮っているとかいう一言で、割と最初の受信ぐらいそれで続くですよね、うん、あでそれを読まれて、そうです、意味が分からない。だからその
そうなんです、あのこの場所にたけしという人がいて写真を撮っているっていうことを見ていたいっていうものしかなくて、具体的に映像はイメージしてできてないんですよ。当日その場でイメージするというか、で、うん、そうですね、当日その場で出会わない限りわからない、なんで自分がそれを撮ろうと思ったかもその時にならないとわからない感覚です。なんかだから監督がよく他の映画を批判されるときに割と監督という人が思った世界に縮み込ませようとしてる作品は手厳しいですよね。つまりコントロールしようとしてたりとか、頭で考えたイメージを再現しようとしているような映画にすごい厳しいといつも思うんですけど、どうでしょう。そうですね、そこまで厳しくなくてもってぐらい普段松本さんと映画の話するとそうなりますよね、はい、僕は割とその好き嫌いは激しいんだけど、あのでも割と許せることも多い、自分が映像の人間じゃないので、あの一番許せないのは台本のつじつまが合ってないのとかは許せないんですけど、あそこも良かったですよ。だから台本のつじつまとかいうレベルじゃない分かんなさだったからそこで気にならなかったんですよね、かえってね。どうなんだろう、どう思ってらっしゃいます、杉田監督。なんか今お聞きしたり、まあ、今までちょっと関わって結構本当にその現場で起こるハプニングとか、まあそれもよしみたいな感じで撮られるんですよ。うん、で、まあ、ワークショップとかだとその1時間2時間とか決まった中ですけど、映画だと長い中でそれこそその場で行ってこの映画見たいなとかって撮られても、なんか全体としてこうバランス取れるのかなっていう心配はしてたんですけど、実際あの出させていただいたやつとかでも、ほんとなんかね、もう放り投げられた感じで、なんかこうしてこうしてっていうのもなくやられたんで、こっちがなんか勝手にやっちゃったりとかして、そういうのってバランスを他のこうね、なんか出てる人間が変な心配するみたいな感じです。確かに演出でこうしてああしてっていうのはあんまし何かね、全然なかったですよ。動き決めてますよね、このタイミングでここからここまで来ますとか、うん、ダメかないやだから監督って何もしてないって言ってなくていやいや、あの例えば自分がね、演劇出たことあるんですよ、僕。あの、五反田団っていう劇団の前代さんに演出してもらったことがあって、とても細かいんですよ。で、なぜダメだったかの説明もすごく上手にされるんだけど、前田さんは。で、僕なんて全然何もできない、演技できないから、一番ほっとかれてたんだけど、諦められてたんだけど、それでも、あの諦められてたって変なんだけど、前田さんはその人の肉体性の出てくる変なもの、面白がる人だから、あんまりその、平取さんみたいにね、何もかもコントロールしようという欲望がない人なんですけど、それでもやっぱり細かくて、あの間がもうちょっとこうしてほしいとかすごかったんだけど、今までだから自分が変わったものの中で最も勝手にしていた、まあ僕は勝手にしただけかもしれないですけど勝手にしていた印象でした、うん、勝手にしてました、うん、ただ生きていただけ、その映画の中で生きていたあ、かっこいいねなんか俳優どうでしたか、ただあの映画の中で生きていただけでそれはね、本当かっこいいですまあ今自分が目の前で見たものが NG かどうかの判断って本当難しくて、でも例えば松野さんがこう歩いていたり、宮本さんの家族がこう写真展の前通りかかって話しかけてってやってるのをこう見た時に、じゃあ今お前これは NG なのかってこう問われると、 NG はどうにもないですっていうふうに、ん、見えるんですよね。もちろん NG の時もありますよ、リテイクもするんで。ただその何が NG かっていう理由は、その自分が思い描いていた映画に体が外れるからっていうのは理由にしたくできない、したくないというかもできないです、僕の感覚としては。なんかそれが台本の上で考えてたり、誰もいない場所で一人で考えていたことなんで、実際自分が集めた人たちとこの場所に来てて、今目の前でこれが起きたっていう時に、 NG だとしたらお前が NG やろっていう気持ちが浮かんだりもしますね。それはもともとだったんですか、それとも助監督がたくさんされている中で育まれたものなんですか。最初からかもしれないですね。だから一つの歌撮ったやり方は映画学校にも行く前にもやってたようなやり方、あ
にあえても撮ってみたんですよね。そうなんです、フリーターの時期があって、映画館で時給750円ぐらいで働いてたんですけど、その時期に自主映画をちゃんと初めて撮って、そのやり方に近いです今回、はい、なんかだからおっしゃってましたよね、つまり商業映画的な撮り方をしても勝負できないから、あの、ね、最初予算がすごく大きな企画として始まって、それが一旦なしになってまた立ち上げたから、全くそうじゃないやり方をされようとしていて、だからよく監督は商業映画じゃない、商業映画じゃないのに商業映画のふりをしてる映画にも厳しいですよね。あえてどの映画とは言いませんけど、だからたくさんスタッフがいるとか、なんだろう、この規模だったらもっとこうシンプルにすればいいのに、いかにも商業映画的にたくさんの人が関わってるように撮る映画ってやっぱあって、それだと確かにね、商業映画に本当はなりたかったけど予算がなかったからできなかった映画に見えちゃいますよね。まあそうなんですけどね、うん、自分のやり方見つければいいって。それは僕も大賛成で、本も例えば短歌の本とかで、あの出版社が出してくんないからしょうがなく低予算で作った出版社っぽい本ってダメな本なんですよ、うん、もっと手作りしたならではの出版社が出せないような本にしなきゃダメなんですよ。こんな本出版社じゃ絶対出さないよねっていうものにした時に成功するんですけど、それはねなかなか分かってもらえなくて、みんな出版社の真似みたいなものになっちゃうんですよね、うん、チープな出版社本みたいになっちゃうんですよ。そこがだからそういう感じですね。あと映画も結構露骨に予算で映像決まるんですよ。あ、はい、あの決まることが多すぎる、うん、道具から何から、だから花から勝負できないんですよね、うん、商業映画が達成しているものっていうのを例えば300万500万でやろうとしたら、うん、お金がないっていうのが映るだけになっちゃう、うん、あそうですよね、うん、その辺がだから監督とやっていた時にすごい信頼感のあることで、撮影中気にされてるのはご飯が美味しいことだったりとかするから、あの不思議な人だなと思いながら接していました。スチールとか撮ってる時はどんな指示が出るんですか、この撮影中は。それが何もなくて、何もなかったですって。やっぱりもうあのみんな何もないって言ってるんですけど、なんかね、かだって撮影のカメラのね方も怒ってらっしゃいましたもんね、何も言ってこないってね。そう、何もないって、井岡さんも不安に。井岡さん怒られましたね。インタビューでも怒ってましたもんね。ポラロイドが撮れて、監督撮れましたってもう見ないで最高ですって言うんですよ。ひどい、見ないで最高ですってひどいですね。いやでも分かりますよ、この辺で。もう信用してる。もう視界の隅に入っただけで OK と分かる。撮ってるのは見てるんで、あ、いやあの位置ではだから、あ、まあ映ってるっていう。なんか、確認しなくても今撮れたねとか言う時があって、それはすごいな。あ、自分も撮るから分かるんですか？自分が撮ってる時の感触があるから、この角度だったらうまくいってるなみたいな。それやっぱり助監督ずっとやってたんで、あのレンズがどこにあって、あそこから撮ったらどれぐらいの絵になるかとかはまあまず分かるっていうのと、プラス今この瞬間って自分が思ってる瞬間でパシャッとかやってると、うん、もうそれは絶対間違いがないっていう。鈴木理恵さんが今このタイミングでそこでシャッター切ったらそれは NG なわけないっていうのはその場でわかります。その辺のでもなかなか任せるって難しいことですよね。そうですね、うん、写真は一人で撮るものだから、うん、この映画にちょっと一緒にいさせてもらった時に、あ、任せるってこういうことなんだっていう、うん、何も言わないのが良しとしてるわけではないんですけどね、うん、直しする時もありましたよね。ありましたよ。ありましたし、やり直したこともあるし、え、意外とこっちの方を使ったんだってこともいっぱいありました。あ、いっぱい撮った時のこっちを撮ったのかとか、うん、あとあのシーン結局使わなかったんだってとこもいっぱい、だいたいその最初から関わってるからどんどんシーンが減っていって、ただでさえ分かりにくい映像なのにどんどん説明を排除していくのがびっくりしました。見ててもあそこまでもカットですかみたいな感じでした。編集も途中段階マサさん、見てるから来ていらっしゃってたんで、そう、でも多分なんかそうしたかったし、そうすべきだったのでしょうね。で、僕だけじゃないです。大川さんの判断も、編集の大川さんの判断も僕以上にゴリゴリ消していきました。だからよく人に言うときにはこの映画は1回見ても分かんない人は分かんないって話をしてるけど、分かる人は分かるんですよね。1回見てちゃんと分かる人はちゃんと分かるから、あの
人がどんなことを気にして映画を見てるかのリトマス試験紙になるというか。あ、それはそうかもしれないですね。でもだから今一回見て分かんない、つまんないとか売れちゃうとちょっと損な映画かもしれないけど、まあでもボイドの配給でわざわざユーロスペースに10月上旬に見に行く人は分かってくれると思うんだけど、あの見てみてください。皆さん、山本美桜さんもぜひ。山本美桜さんから返事が来ました。なんかびっくりです。絵が浮かんでいて、絵が浮かんでいて撮るのかと思ってました。まあそう思いますよね、普通ね。写真はどうなんですか。こう撮りたいイメージはあって撮ってる。そうですね、そういうのがあるだろうと思って行って、その場所にあったら撮りますし、別の時間が流れてたらそっちの時間の方にちょっと自分の感覚を持って行って一緒になれるという感じです。それこそあのあれなんですよね、東大に行くシーンがあるんですけど、はい、バイクに乗って、予告編でもちょっとバイクのシーンを見せたから話していいと思うんですけど、はい、ロケハンは3回してて全部晴れてたんですよ、はい、暑くて、まあ、夏場だったし、だから自然とこう体はあの暑い夏場でもこの人数で何時間か行って平気な場所って選び方をしてるんですよ、うん、でも撮影当日曇りだったんですよ、うん、た時にあ曇りだったらこっちにもいてもいいんだっていう場所があったんですよ、うん、でそこに行くとこう海辺にいる人たちが見えたりとか変化があるんですよね。ロケハンしてる時にはもう天気が違うから思いつかないんですよね。でも今日はもう曇りで、曇りのおかげでここに暑くないから入れるってことはこっちに移動した方がいい。でガラッともともと帰っていた流れとは違うシーンにしたり、それはやっぱその日その時じゃないとわからないので。そうですよね、事前に台本で書けないんですよ。それって杉田監督の場合の撮り方ですけど、普通だったらあもう曇りだから今日はやめみたいなことになるんですか、ね、やるか、思いっきりライト焚きますね。うん、もうそういうの作っ完成形に近いものを作るっていうですね、うん、天気増しとか言いますもんね。僕はあの昔旅館とかやってた時、上野樹里さんが主演の映画ついてた時があって、はい、あこの人本当かっこいいなと思ったことがあって、ある日こう今日このシーン撮る天気じゃないですよねって言ったんですよ、うん、で結構スタッフの皆さんはこうドヒャーってなってたんですけど、僕は本当その通りだってその時思ったんですよね、うん、すごい大事なシーンだったんです、うん、で風がめちゃめちゃ強くて、セリフ もう声もお互い届かないような風が吹いて、曇ってて嵐の前みたいな日になっちゃって、でそれが映画にいい作用すればいいけど、どうやら多分ここは違う、うん、2人の静かな時間を映すから、で上野さんが今日じゃないと思うでポソッと言った、うん、でもやっぱり予算の関係とかいろいろ考えて撮ったんですよ、うん、でも結局撮影全部終了して編集に入って、編集してたらそのシーンがダメだってなって、うん、また1ヶ月後ぐらいに同じメンバー集めて、うん、そのシーン撮り直してるんです。だから余計お金かかった。あ、なるほどね。あの日諦めて別日にしていた方がお金も安かったし、取れてたんですよね。まあ、あとそういうごまかしってバレますよね。あのなんでこうなってるんだろうって不自然さがあるときに聞くと、実はそういう裏事情がバレてしまうものはダメですよね。なんか、まあ、その上野さんの一言とかそういう積み重ねは自分の中でありますね。結局みんなごまかすけど、その映画って生ものだから、あの事前に全部保証できないっていう中でやってるっていう、当然ありますよね。その日の役者さんのコンディションもあるし、そこは無視したくないなっていうのがあります。だから宮本さん家族に出てもらった時とか、もう4歳か5歳ぐらいの、そうですね、当時せいちゃんっていう三男のとかがもうギブアップだと思ったらもうやめなきゃいけないし、だからラストチャンスぐらいのつもりで撮ったテイクですね。そうだったんですね。これ以上はできないな。そうか、もうあれから2年経ってるから今大きくなりました。なってますね。そうか、まあでもそういうの本当に人間だから映りますよね。あの表どんなコンディションかとかね、
でもフィクションなんですよね、その増野さんがお嫌いなこの作り物の部分っていうか、もちろんあって、まあね、でもこのそれをどうするかっていうのを今までずっと鍛えてきたのかもしれないです。でもどうなんだろう、例えば僕が主演のドキュメント映画を撮ってくださったことがあって、あ、上映したんだけど、くじけないで手紙を書いた、ある嘘が入ってるドキュメントなんだけど、かえって嫌じゃなかったな、そのなんでだったろう、その辺は不思議な感じでした。自分がもし作っていたら嫌だったのかな、わかんないですね、その何が嫌か何が OK なのかが。あとはその一つの人に関しての自分の映ってるシーンは、別に自分の姿とかテレビとかに映ってる時はあんまし見て嬉しくないんですけど、あもうちょっとちゃんと前向けばよかったとか、滑舌悪いなとか、2回噛んだなとか、短歌の字が薄く書けちゃったなとか、そういうことが気になっちゃうんですけど、でも映画に関しては本当に人ごとに見れてしまう、自分だと分かってるけど人ごとに見れるところが完成度が高いってことなんじゃないかと思ってるんですよね。それは不思議な経験だったし、じゃあ他の映画に出てそうなるかっていうとそうはなんないかもしれないですよね。でも僕もそういえば一つの歌は人ごとに見えるんですよね。自分の作品ですけど、自分が作っていらっしゃって作った映画ですけど、だからなんかいわゆるみんなが作った映画ですって言いたいんじゃなくて、本当こうそこにあるもうある映画っていうふうに自分は 見れるし、見れるようにしたっていうのもあると思うんですけど、そう手放したいっていう。本はどうでした？今回のこの本は珍しい作り方をした本だから、作品単価がもうあって写真を写真家でもないのに撮っていただくっていう感じだったんですけども、しかもこの時の写真カメラがあんまり普通写真集を作る時には使えないのカメラで撮られたんですよね。はい、なんていうカメラなんでしたっけ？ニコンのクールピックス300。そのカメラはどうなんですか？ニコンのクールピックス300。オンデジです。オンデジですよね。こんな、そうそう、こんな感じの、もういわゆる普通にこう押せば取れるみたいな感じですね。山さんお時間大丈夫ですか？大丈夫です。そろそろでも終わってもいいくらいの時間ですけど、もうちょっとだけ話しましょうか。これです。なるほど、これで撮りました。ニコンのいいですか？ニコン大丈夫です。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？ニコンのライバルのクールピックス。いやいや全然。クールピックス P300 です。なるほど。わざわざそういうので撮ってらっしゃるのも面白いし、指が入ってる写真も使われてるのがこの写真集の画期的なところですね。それはデザイナーの篠田さんが。今日ちょっと写真展には 見に来てくれてましたけど。はい。それはだからいわゆる写真家の写真集ってことだったら使わないような決めじゃない写真もいっぱいあってことが面白いですね。そうですね。決めたのもあるし、猫の、アップの写真なんかもう写真集に入るって思いながら撮ってるところもありました。僕は選んではいない。映像と写真と一番違うのはどんなところでした？映画、両方フレームがあるじゃないですか。で映画のフレームって、この前これ思い立ったんですけど、罠を仕掛けるのに近いんですよ。その話もしましたっけ？いや、わかんないです。罠を仕掛けるんです、ここに、ええ。まだそこでは起きてないんですよ。でもここにフレームを置くと何かこう動いていく、何かが起きていくであろうっていう場所に事前に罠を設置する感覚で、その罠に引っかかるまでの持続する時間をずっと捉まえ続けるっていうのが映画だと思ったんですよね。写真はやっぱりそのフレームを切る瞬間に捕まえる、罠を崩すじゃなく、そこもうそこにここにあるっていう、今ここにある、フレーム決めた瞬間にある。映画は決めた瞬間に何もないんです。じゃあよりフィクショナルってことなのかな。どうなんですかね。
フィクションかどうかっていうのはあれですけど、でもやっぱり同じものを対象に、今ここで話しているユースト放送している4人を、動画で撮れているのと写真で撮れていた時はカメラの置き場所変わるんですよね。映画だともしかしたらそっちからドアの外から撮って増野さんの、背中しか見えないとかやるかもしれない、うん、鈴木さんは動画とかは撮られないんですか？動画は杉田さんのここでやったワークショップの時に、生徒として参加してその時は撮りましたね。なんか違いました？あ、私お題が言っていいですか？お題、うん、30秒間で撮ってください、うん、30秒間を撮ってくださいっていうお題だったんですけど、あの時 そんなことやってましたね。 それはまあよくある課題なんですけどね、うん、で撮ったのがパラロイドで集合写真を撮りました。そこは撮ってないんですけど、うん、その集合写真がじわーってパラロイドをフィルムから浮き上がってくる30秒間を撮ったんですね。面白いですね。良かったですよ。わーって集合写真が見えてくる、うん、それはちょっと泣ける写真を撮ってる方ならではのねそう。でそれはいつも自分が過ごしている時間で、特に集合写真とかってなんかグッときちゃうんですよね、普段から。なのでその時は動画と写真が違うっていう感覚はなくて、ただ動画の方が写真よりも作らなくて済んだかなという感じ。写真はちょっとカッコつけちゃうんで、その動画面白そうですね。コマーシャルに使えそうぐらいですよね。あれ残ってないですか？ありますよね。宮本さんもね、面白いです。見ました、ね、ここにいる3ここで見ました。ここにいる3人は皆さん動画めちゃめちゃいいんですよ。なんで松野さんもカメラの置き場所がもう本当に映画じゃないと置かないであろう場所に置くんですよね。感覚は何でしょうね。罠仕掛けますよね、本当それこそ。どうなんでしょうね。松野さんは動画と短歌はやっぱり違いますよね。あんまりまず言葉じゃないので、映像ってなんか全然わからないでやってる感じが面白いんだったと思いますね、まだね、うん、どうしても言葉はもう自分が長く書いてきてしまってるから、うん、どういうものを書こうかとかってこう書こうとかここまで来たら完成してるとか分かってしまってるから、うん、あとたくさん作ったものでこれは捨ててこれは残すっていう基準もはっきりしちゃってるので、うん、映像に関してはもう全然わかんないところの、うん、でもこれしかできなかったからっていうところが、なんか自分が役者として映画に出演してる時のこれしかできないからみたいな、この映画の中ではこう生きてるしかなかった的な、すごいかっこよさげな言い方になりますけど、そういうことしかできないので、それがもしそれでダメって言われてもしょうがないけど、これしかできないんだもんっていう感じなんですよね。文章だとそんなこと思えない、できなかったらできるまでやるしかないんだけど、あでもその僕は一回マソンさんがワークショップみたいな感じ、僕と一緒にワークショップやったことがあって、短歌という映画のその時に参加者が書いたこう短歌を添削しているのを聞きながら、なんかやってることはだいぶ似てるなって思いました、うん、僕は映画のワークショップでやることと、ずけずけ言うところが同じだなって、うん、短歌に関しては例えば生徒さんが作ったもので、ここはこう直せるし、こうも直せるし、こうも直せるって話をして、うん、だけど最終的に結局その人が直さなきゃいけないんですね、うん、で直したものが僕の思うイメージと違くても、もうそれはしょうがないもので、うん、自分自身だってこの短歌は本当はもっとうまく書けそうなのにまだ書けてないけど、うん、とりあえず仮定のものとしてこれを発表するしかないっていうものもあるんですよ、うん、でもしかしたら3年ぐらい経ってからもっといい形に生まれ変わることがあるかもしれないんだけど、うん、今の時点ではこれがとりあえずベストっていうものを発表してて、そう思ってることは大事なんですよ。これはまだ未完成だけど
でもこれが今のところのベストだとか、全然それが完璧とか思ってるわけじゃなくて、ここには実はすごい傷がある歌だけど、でもこれは残してもいい歌っていうのもあるし、形はすごく綺麗に整ってきてるけど失敗作っていうのもあるっていうか、その辺はね、だから監督がやっぱし一つの歌のあるシーンがすごく変わったちょっとあるシーンで、なんでこっちのシーンを残したんだろうっていうのが僕にはあるんだけど、それはわざと残したっていうのを後で聞いた時に、それはもう本当に監督の確信でしかないから、それを残すことがいいんだろうと思う。でそういうふうに逡巡をするっていうか、ここダメなんだけどでもこっちを残してみたっていう判断の積み重ねですよね、作品作りって。だからこの作品には ここにいいとこがあって、ここにダメなとこがあって、どれにもそうあって、でもそれの組み合わせるときに自分はこっちのいいところを取ったんだと、はたから見たらこっちの方がいいように見える人がいるかもしれないけどっていうのは本当によくあることで、自分の短歌ショートソングって本の中でもそういう話してるんですけども、こっちの方が鋭くていい短歌と思う人が多いかもしれないけど、自分はこっちを選んだ、それはもう自分の生き方みたいなものだから、それを選ぶしかないっていうものなんですよ。あとこのこれ一つだと輝かないけど、ここにこれとこれ3つぐらいこうあった時に力を発揮するとか、あるある、それは短歌は連作といって、一種だけだと輝かないけど、組み合わせておいた場合にはむしろ一種だけで輝く歌ったと邪魔になる時もあって、うん、でだからよく短歌塾で言うのは、連作っていうものの中に入れるにはありだよこの歌はとかありますし、もしかしたら写真と組み合わせることで生きる歌もあるかもしれないし、その辺の判断は本当にケースバイケースなので、全然ルール化できないんですよ。むしろルール化しちゃったら死んじゃうと思ってて、なんかね、短歌作る人たちの願望で、あるルールを学べばそのルールに乗っ取ればいい短歌が作れると思ってる人が多いんだけど、そういうルールをもし見つけたとしたら、最も捨てなきゃいけないルールというか、むしろそのルールは自分の作品が失敗してる時の確認のために必要なルールっていうのかな、そのルールに来てるってことですか、ルールに当てはまったかどうかを確認して、当てはまってたらダメだって判断するためのルールっていうしか言うのかな、なんかあんまりその法則にのっとっていいものを作ろうとしちゃダメだと思ってるところがあるんですよね。ちょっと昔こうモノグラブさんでこの鉄の掟っていう販売してないんですけど、写真を販売してないんですか、作ったことがあって、その後書きで書いてます。あ、そうですか。タイトルを鉄の掟ってしたんですけど、鉄の掟とは、あ、読んでいただけます、読みましょうか。鉄の掟とはロベール・ブレッソン監督の覚書からである。掟は必要である、自分の中に、そしてその掟をいつか崩す時が来る、自分の手で、うじうじ悩みながら、後ろ振り返りながら、そうやって少しずつ歩みを進めた先に何かがあることを信じて、でまあ続くんですけど、うん、他で そう思いますね、うん、なんかだからなんかね、短歌塾とかやるとね、そのルールを知りたい、掟を知りたいっていう人がいっぱいいるんだけど、違うんだな、それは自分の先を検証するときには使うけども、それで作ろうとしちゃうとダメなんだと思ってるんですよね、うん、だからものづくりは本当にできたもので判断するしかないところがありますよね。さっきのデジタルとアナグロの話に戻ると、デジタルだと絶えずいつまでも仕上げをいじれるから、そこが着地点が見えにくくなってくるかもしれませんね。昔だったら限界があるから、もうフィルムで撮ったらしょうがない、いくらこう焼き時間を工夫してもある程度しょうがないっていうかとこでできたものが、今しょうがなくないからいつまでもいじれちゃうっていうのが、でもしょうがないんですよ、デジタルでも。やっぱり限界があってここで終わりっていうことがあるんですよ。 あるんですか。映画に関しては、仕上げでやれるのはあくまで補正なんで、うん、そのシーンカットがもともと持ってないものは生み出せないから、撮り直しっていうのが大いにあります、ね、なるほど、ね、あまり変わらないかもしれないです。そうなのか、そこの基準を持ってれば大丈夫なんですかね。そろそろ終わり、そろそろおしまいですかね。質問はもう来てないですか。
一つ来てましたよ。絵コンテなしで順取りなのですかって杉田さん。誰ですかね。ですかね。この篠アートさんという方。篠田さんですか、もしかして。違うんじゃないかな。篠アートさん。篠アートさんという方がユーストの方に質問を送ってきてましたよ。どうですか。絵コンテ、僕はそもそも、まあ、鈴木さんはよく知ってるんですけど、絵が描けないので絵コンテはまず描けないっていうのと、丸と棒だけで人描いちゃうので、で順取りかどうかっていうのは、順取りではないです。まあ、いろんな考え方があるんですが、映画の頭を取るのは映画の現場の一番最初だと思わないので、実はその話については、再来月ぐらいにある映画雑誌の、実はマスオさんにお会いする今日直前に取材を受けていまして、そこのインタビューで結構がっつり話したので、多分そこを使われるんじゃないかなと思います。言っていいと思うんで、ノーバディという雑誌で、に多分載ると思います。で詳しく言っておりますので。何の雑誌なんですか。映画雑誌、オーバーですね。あ、順取りはしません。そんな監督の映画が、9月下旬ではなく10月上旬になりましたが、一つの歌という私が3番手ぐらいの役柄で出ている映画です。これがボイドペーパー、爆音映画祭をやってるボイドが、久しぶりに復刊した PR 誌で、よく読むと中原雅也さんの新刊の宣伝を載ってたりとかするようなのが一つの特集です。で安井さんという豊作さん、注目を破って復活した方の素晴らしい論考文が載ってたりとか、私と杉田監督と、あと勝村さんという、シネマロサの支配人だった方の座談会が載っています。なぜシネマロサで公開するとか言ってたのに違う映画館になったかの話はこれを見ると分かります。そしてさっき出ていた長い間沈黙していて復活した安井さんがシネトリデという PR 誌を PR 誌じゃないや評論誌を出していて、それも一つの歌特集という、いかにこう復刊する、今まで沈黙してたメディアが復刊した時に一つの歌を大事に思っているかが分かることだと思います。そしてバックオン映画祭のチラシがこれですね。これにも、一つの他のことが出てきますので、皆さんバックオン映画祭見たら思い出してみてください。あ、バックオン映画祭では一つの他は上映 しませんが単にチラシに載っていましたのでそうです、はい、でこのようなものもこの映画、この、モノグラムに来ると今配布してますので、ぜひこの鈴木さんと杉田監督の2人展の見に来てください。いつまででしたっけ。6月3日の日曜日までです。はい、日曜日まで。日曜日は夕方5時までとなっております、はい、最終日だけ水曜日定休です。水曜日定休日です。はい、そしてモノグラムは、フィルムを焼いたりもしているし、はい、独自開発したカメラとかも販売していますので、はい、すごい人気店です。よかったら、はい、さっきの、変わったカメラも何でしたっけ。ポケデジ。ポケデジ。ポケデジとかも、ユーストネット探すと杉田監督のサンプル動画とかも見れますね。はい、写真動画です。動画もそれを見て気になったら買ってみてください。ありがとうございます。ということで、今日はマスオの書店ラジオを、モノグラムという写真館っていうんですか。そうですね、写真屋さんでのギャラリーで、ギャラリーで放送しました。はい、これ何線でしたっけ。東急東横線です。東急東横線で渋谷から4駅です。4駅学芸大学前から徒歩3分です。来てください。ということで皆さん、今日は、まあ、20人前後でしたけども、見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。ご質問くださった、山本文夫様ありがとうございました。これはアーカイブに残しておきます。